それではお客様をお呼びしましょう。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。お客様はモデル、タレントとして活動中の鈴木珠美様。一体どのような情熱をお持ちなのでしょうか。モデル、タレントの鈴木珠美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんは普段はファッション誌のモデルさんや映画出演のほか、ライバーとしても活動されているそうです。素晴らしいですね。ありがとうございます。ホームページ見ました。めっちゃ笑顔作りますねそうですね、もう笑顔一筋でやってるかもしれないです。すごい。もう笑顔一筋。そんな鈴木さんのトークメニュー、まずはこちらです。女の一番は化粧と笑顔。おこれはもう今男性が言ったら麻生太郎並みに炎上するねこれ炎上します、アニメ銀魂ご存知ですか。はいはい、わかりますよ。セリフなんです。あ、このままこれがセリフとしてアニメで使われてるわけですね。そうなんです、そうなんです。女の子、笑ってる女の子でめちゃくちゃ可愛くないですか。そりゃそうだよね、怒ってるようにね。そう、本当に私これが一番のお化粧だと思っていて、その私のその人生のテーマ、笑顔っていうのも、そのお化粧とかももちろんプラスアルファではあるんですけど、その方の素材みたいなのが一番出るのはその笑顔だと思ってるんですね。あ、笑顔とか一番魅力的に映るのが笑顔だと、ね、はい、思ってるんです。で、私がそのライブ配信をやっていた時も、私タマって呼ばれてたんですけど、なんかタマの笑顔を見ると元気になるって言ってくれたりとか、今この、モデルのお仕事とかをさせていただけてるのも、この今の私があるのも全部笑顔を大切にしてそこを追求していた結果今の私があると思うので、私もこれをすごい大切にしてます。いや、すごい素敵ですね。もともとはそんなに人見知りで笑顔を出せる方じゃなかったんですね、なんですけど高校生の時にすごい笑顔が素敵な子がいて、私この子みたいになりたいって思って、女の子です思って、で最初はその子の真似をして頑張って笑顔を作ってたんです、あえて。そしたら結構自然に笑顔になってきて、笑顔ができるようになってきて、でいつの間にか私が結構笑顔を褒められるぐらいまで行って、で私の人生のテーマ笑顔ぐらいまで行きました。眩しいですもん、笑顔。ありがとうございます。見てて確かにこっちもなんかね、つられますよね。つられる、つられる。ありがとうございます。バラエティの現場には必ずいてほしい感じ。いてほしい。めちゃくちゃ嬉しいです。ずっと笑顔でいてほしい。ねえ。そんな鈴木さん、なんととあるコンテストで賞を取られているそうです。はい、何ですか。ですね、カナコレオータムウェディングっていうそのライブ配信のコンテストがあったんですけれども、入賞するとウェディングドレスを着てプロのカメラマンさんが、結婚式場で写真撮ってくれるよっていうコンテストだったんですよね。でも鈴木さん何やっても成功そうだね。本当ですか。車売ってもすげえ売りそう。本当ですか。いや、不動産とか高額商品扱った方がいいですよ。でも今までやったことないんですけど、そういう営業みたいのはあまり。もったいない、こんなに笑顔が素敵なのに。何やってことなんですか逆に。私今は会社員なんですけど、イベントの企画とか、そういうことが多かったです。で、直接営業はしないんですね。してないです。もったいない鈴木さん、私はピンときましたね。何だろう。何ですか。あなたは千代田区議会議員を狙ってますねこれめちゃくちゃ選挙っぽく なりますね、将来。いけますか。いけますかもうその笑顔だけで3000票は固いで。 ありがとうございます。将来政治家になりそうだな私も人前に立つ仕事をしてるんですけど、笑顔になれるコツってありますか。私今日ここに来るまでの間でちょっと笑顔になった出来事は、電車に乗ってて、で目の前に立っている男性がいたんですけど、なんか紙袋を持ってたんですね。でその紙袋にニコちゃんマーク書いてあって、このニコちゃんめっちゃ可愛いと思ってニコちゃんマーク見て私がニコニコしたんですよ。もうそのレベルでいいと思ってて、本当にそれで笑顔になれるんですね。全然嬉しいです。多分電車の中でニヤニヤしてました。いいな。でなんかそうやってちょっと笑顔になれると、なんか
楽しいで自分幸せだなってなって、なんか幸せなハードルが下がるんですよね。確かに確かに。で幸せなハードルが下がるとより笑顔になってっていうそのループが生まれてって、でなんかすごい自分恵まれてるな普段からっていう気持ちになれるんですよ。素晴らしい、はい、見つけるのが上手なんですね、小さな幸せというか。そうね。続いてのトークメニューこちらです。敏感肌用の化粧品×笑顔コーチング、これどういうことですか？笑顔コーチングねそう、なんか自分でもビジネスやってみたいなって正直思っていて。おいいねいいね、はい、いいねいいねいいね、はい、ありがとうございます。笑顔が増えていって、その高校の時を境に人生が結構好転したなって思ってるんですね。その人間関係であったりとか、まあ、こういう出会いとかも広がりましたし、なので私もそういうきっかけを誰かにご提供したいなって思うがあって、でもこの笑顔っていうのを大切にしたコーチングで、その人の人生をより豊かにしていきたいっていうのが。この敏感肌用の化粧品っていうのは何ですか？私最近になって結構その肌トラブルで悩むようになってしまって、でおそらく敏感肌なんですね。で自分の肌とかが荒れて自信が持てないと、そもそも笑顔を作れないんですよ。わかる。それが本当に辛いなって思って、なので笑顔のその人の魅力を引き出すためにも、まずはその敏感肌で悩んでいるところを解決したいなと思って、お化粧品とかを作って、そこをまず解決するっていうのと、笑顔でさらに人生豊かにするって両方をやりたいなって思っていて、そこにつながってくるわけです、ね。はい、肌荒れって本当に気分下がるんですよね。もう笑顔も作れないし、そう、ね、人に会うのも嫌になっちゃったりするので。なります、なります、本当に。私よく笑顔でも死んだ魚の目みたいってよく言われることがあるんですけどなんか笑顔のコツとかってありますか？そうですね、やっぱその笑顔を作ろう作ろうって思っちゃうと、なんか顔だけになっちゃうと思うので、でも私はなんだろう、笑顔を作る時って何かしらポジティブな感情があると思うんですよ。例えば相手に対してありがとうだったり、なんかよかったねだったり、なんか何かしらそういう感情があると思うので、なんかそういう言葉を口にしながら、もうここら辺からその感情を出す感じです。なんかおめでとうって思って本当に口にながら、ここからグワって出す感じ。もうハッピーな感情から出てくるわけですね。もう口角がずっと上がってるのが素敵ですよね。ありがとうございます。笑顔のコーチングやってみてくださいよ。一回じゃあ笑顔を作って、まず太蔵さんやってみていただいても。どうでしょうか？あ、硬い硬い。なんかもう笑顔を作りましたってここに書いてありますよ、はい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 、こうなりますよね。じゃあお願いします。はいはい。硬いですよね。あ、そうですね。嘘くさいですよね。目がちょっとここの固まってるというか。ああ、感じられる。じゃあもう一回調整していいですか？はい。目力で押そうとしてませんか？目力じゃないですか、それ。ダメですか？ダメですね。ちょっと鈴木さんの笑顔見てみたい。あ、そうですね、お願いします。ちょっとじゃあなんか先生お願いします。セリフみたいな見てもいいですか？あ、じゃあ我々、そこまでやる。我々もセリフをそうですよ、したら我々だとセリフでセリフくださいよ、我々だって。何でもいいです、本当に。ありがとうとか、最近なんか楽しかったことないですか？そうですね、YouTube バズりましたとかでもいいですか？いいじゃん。昨日の動画バズりました。あ、じゃあその、YouTube の見てくれた方に、はいはい、ファンの方に対してありがとうって気持ちを込めて、もう笑顔を作ってみてください。ぜひ、はい、感情を作ってから、はい、うんうんうん、昨日バズりました、皆さんありがとう。うん、でもさっきより良いかなと思います。でも厳しいコーチですね。いや難しいな。セリフありだったからね。いけたかなと思った。良かったですよね。ちょっと意識しすぎちゃいますね。本当にありがとうと思ってないんじゃない？そんなことないですよ。思ってますけど。本当にありがとうと思ってないでしょ。バズったのは私の実力だっていうのが出過ぎだもん。違いますよ。私の力よっていう。出てきちゃってます。出てきちゃってる。いや、そんなことないんだけど。あんまり感謝しないでしょ。そんなことないですよ。ちゃんと感謝してるけどね。ちょっと感情乗り。感謝しようと思ってるだけで、感謝してないでしょ。あ、感謝しようっていう。俺そういうタイプなの。あ、そうなんですか。感謝しろっていうから。感謝しようって頑張るんだけど、あんまり出てこないんだよね。そうか、もっとじゃあ自然な方が良かったですね。そうだよ。なんだろうな、日常生活から
楽しかったこととかに対して笑顔を作る練習しとけば、だんだん本当に自然になってくると思うんですよ。なのでコーチングも、まあ、1回では無理かもしれないですけど、そうやってなんだろう、ちっちゃいことへの感謝とか笑顔を積み重ねていったら、だん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 その人の自然で魅力的な笑顔ができるようになってくるかなって思います。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。心こもってないやっぱり。全然心こもってない。ありがとうございます。思ってますよ。どっかその辺の旅館並みにね、感謝してなかったね、今ね。ちょっと今軽かったですね。ありがとうございます。はい、太蔵さん、鈴木さんのお話いかがでした？ありがとうございます、本当に。思ってますちゃんと。思ってます。思ってます。思ってます。いや、でも笑顔大事ですね。はい、本当に。なんか今後すごいありがとうという言葉とかすごい大事にしなりそうです。大事にしそう。そうです、ね、今日の鈴木さんのお話から。うん、今後の展望を聞かせてください。どうなりたいんですか？まずはその私のとの出会いとかを通じて笑顔になってくれる方が増えて、それによってその方の人生をより豊かにしたいっていうのが一個の目標ですね。その中にさっきお話ししたビジネスとかもあるっていうような感じですかね。はい、というわけでモデルタレントの鈴木たまみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、面白かった。ありがとうございます。情熱料亭杉村